素晴らしいですね。今日も一日お疲れ様ですわ。筋肉痛になってませんか？筋肉痛にはなってない。ね、毎日コンサートの準備をしております。こんばんは、早く会いたいねみんな。こんばんは、カジケンの看板娘、看板娘です。今日ね、リハ終わりにカジケン行ってきました。皆さんはどうですか？ね。で、今日ね、親、荒野姫香の親もカジケンに行ってたみたいなんだけど、荒野姫香を弾いていた、娘弾きをしていた。で、今日荒野姫香、中坂とね行ってきたんだけど、中坂も荒野姫香を弾いていた。今日荒野姫香デーかもしれない。すごい。みんなどう？みんなどうですか？今日行ってきた？ありがとう。3つ食べた人がいる。すごい。でもね、今あれだね、また中間発表されてましたけど、カジケンの3チームまだまだ S が優勢ですが、チーム E がまくってきそう。危ない。危ないぞ。チーム S 推し、週に1回はね食べてね。ね、地引きすごいね。なんで姫たんいけるの？わかんない、やっぱ愛が強いのかしら。でもそんなこと言ったら姫たんカードが出ませんってコメントしてる人がいるね。愛は足りてるのにね。いや、足りてないのかもしれない。足りてないんじゃないの？どうなの？日曜日カジケン食べに秋田まで行ってきます。すごいな、一番近いところ。行ってらっしゃい。本当に旅行？S 食べてないから 100% 荒野姫か弾けない。なんか初日に弾いたとか言ってなかったっけ？君じゃないっけ？僕も SK2E 3つ頼んだ。え？全チーム？そこは S×2 で4つ頼みましょう。よろぴく。絶対そうだよ。中間発表とかされてるとさ、なんか他のチームのファンの方々が頑張らなきゃって食べてまくられて刺されちゃう。もうこういうの知ってる。競輪でよくある。競馬でもあるんでしょ。ね、ロードレースで見たことあるやつだ。刺されちゃう。ひめたんは何のトッピングがおすすめ？お、詳しくは TikTok の荒野姫香の動画に全てが載ってます。もう一回見てみて。全てが載ってる。全てを記した。あ、で、今日ね、大盛り食べた。初めてカジケン大盛り食べちゃった。余裕。ていうか本当にお腹空きすぎてハードなんです毎日。みんな準備してるからね、楽しみにしてね。
大盛り美味しく全然いただけた。美味しい。今日 S かわいい買ってきた。わそれこそ今日話したかったやつだよ。ねえ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 、エスかわいい11月号が販売されました。皆さんぜひ見てみてください。昨日ゲットした、ありがとう。ひめたん漏れてたでしょ、メタメタ可愛かったでしょ。1位のテーマで2着はたまげたね。そう、あのだからねタッチツーショットの日に S かわいいの1位の衣装を着るって書いてるんですけど、2着あるからどっち着ようかなって思って、またなんか近くなったら聞きます、アンケートで、ショールームかツイッターかで、どっちの方がいいかな、それもアンケートしとく。まあまあまた着ますね。2着はさすがに1着でみんな決めてね。そのためには S かわいい11月号をゲットして、どの1位どのテーマが1位なんじゃろうなって見てみてね。あの雑誌の姫たんが飛び出します。今日 S かわいい受け取ってきた、ナイス。S かわいい4冊追加で買った、すごいね。やだ、ありがとう、保存用嬉しい。楽天から明日届く。うわ、じゃあちょっとネタバレダメですか。当然買った、まだね買ってない人全然間に合うから、昨日発売だから絶対見てね、本当に、うん、よろしく。そうそう、S かわいい本屋さんで2冊買いました。本屋さんで買ってくれたの？本屋さんも喜ぶよ。本屋さんね、今全国の本屋さんがね大変ですから、本屋さんで買うことってすごく大事だと思う。まあ、通販でもね全然ありだし、ゲットしてくれることには変わりないけど、で本屋さんで買う楽しみもねありますからね。ありがとう。多分レジとかに持ってきにくいと思うけど、ありがとう。通販で買ってくれた人もありがとう。嬉しい、本当に嬉しい。今日セブンで届いた。おお、嬉しいな。結構今回ね、あの他の SKE48 メンバーのいっぱい載ってるから、いろんなファンの人に見てもらえたら嬉しいな。別にアラの姫かメイン目当てで買ってくれてもいいんだからね。職場の書店で3冊予約した、ね、本屋さんいつもありがとう。アマゾンで注文したらまだ発送されてない。なんだって。じゃあ本屋さん行かなきゃ。なんぼあってもいいからね。ありがとう。今回は表紙が男性なので買いやすかったです。逆にそうなの？男性の表紙の方が買いやすいの？ありがとう。ナンバーあってもいいですからね。今日帰りに買ってきました、ナイス。もちろん姫たん目当て、ナイス。アマゾンで注文したけど届くの明日だから本屋さんで買い増しするね。ありがとう、幸せ。私だってさ、このショールームから全てが始まりました皆さん。もうでも
そんなエスかわいい連載も今回で最後です。見届けるしかないでしょ。このショールーム見てる君、見届けて。あのいつかのショールームイベント全く貢献してないけどって思ってる君も今貢献して。別に貢献目当てで、いやいや、アラの姫かを見てくださいな。すっごく素敵に仕上げていただいてるので。まあアンケート書いてほしいけどね。だってみんなの持ってる力ってすごいんだもん。私アンケート、みんなのアンケートのおかげでページが増えたり、それこそ SK48 を読んでいただけたのも多分みんながアンケートいっぱい書いてくれたからだよ。ありがとう、本当にね、本当に。で、あの時は応援してくれた皆さん本当にありがとうございます。ちょっと落ち着いたらねブログ書きたいんだけど、なんせ落ち着いてないので。落ち着けてないので。そうなの、このショールーム終わってからも練習頑張るんだけど、ちょっと落ち着いたらブログ書く。で、皆さんにお礼を申し上げなきゃ。ほんまにありがとうございます。ね、嬉しいな、幸せ。初タワーは S かわいいのイベントで投げた思い、ありがとう、懐かしいですね。いやいや、もうあんな大変なことはね、もうなかなかないと思うから、皆さん安心してあのね日々を楽しく過ごして、 S かわいいの姫たん覗いて、うわ姫たんかわいいなって思いながら過ごしてもらえたら。本当にありがとう、本当にありがとうね。で、アラの姫かは冒頭のインタビューでかましているので、かましてるので、そこもねちょっと噛み締めつつ、明日も気合い入れていけたらなって思います。何のことだろうって思った方は早く早く SKY11 月号見てください。ぶちかましときましたね。グッときたんじゃない、ファンの皆さん、グッときたんじゃない。こんばんは。いや、そう、周年コンサート終わるまで落ち着かないよね。ちょっとね、同時進行できたらいいんだけど、ちょっと本当に今はねダメ。今必死、今すごいから楽しみにしてて、みんな、え、ほんと楽しみにしてて、なんかみんなに早く来てほしいんだよね、コンサート。あの会場じゃないと味わえない味ってある。なんだと思う、みんな、これだけ言ってるけど、私なんだと思う。ね、あ、 S かわいい文字が小さくて虫眼鏡使って読んだ、ありがとう、読んでくれて。そうですよね、でもね、レイアウトというものがあってだな。でもありがとう、ちゃんと虫眼鏡使って呼んでくれて。アンケートの模範回答またやりますか。アンケート各配信をまたやりましょうね。何日までだっけね、またもろもろねやりましょう。うん、かましといたから見てね。うん、味がある。周年コンサートなんかヒントください。うん、あげれない。こんな感じ、イエーイ。こんな感じです、雰囲気。これだから来て。こんな感じだから。明日出かけるから買ってきます。え、S かわいいのことですか、ありがとう、嬉しいな、見てね、冒頭インタビューに注目。
で、アンケート1位の衣装、S可愛いの衣装ね、あのツーショットで来ますね。詳しくはあれね、姫たんまとめね。アンケートは10月になると値上げするから9月中がおすすめ。あ、確かに10月になるとハガキがね高くなっちゃうんだよね。え、でもさ、ハガキ買っておくのは、今のうちにハガキを買っておくこともありだよね。出すのはお金かからないもんね。ハガキがお金かかるもんね。は、そう、ハガキがね値上げするんだよね、10月で。え、どう？あ、ダメなの？ダメなんだ。か、はがき替えダメしてもダメなんだ。でも9月中、9月中落ち着かないかも。まあ時間取れたらやるね。だからその9月中までにみんな、S かわいい11月号揃えときや。今日カジケン行ったら4枚目の姫たん地引きでしたね。じゃあ今日姫たんデーだったわ。今日私の家族もアラの姫か地引きして、娘引きして、で今日中坂がそう友達引きしてた。すごい、今日カジケン行く日だったな、みんな。ありがとう、大事にしてね。はがき買いだめダメか、差額が必要なんだ。なんで？いいじゃん、そんな意地悪するなよな。ダメだし、まあまあまあ、みんなそれは覚えといて。そうなんだ、仕方ないね。なんで値上げするの、やめて、やめてよ。10月17日勝因有効でした、お気をつけて。ありがとう、早め早めだね。じゃあ9月31日に出そう、みんな。それならいいよね。9月31日まである？いや、やば、うるさい、消し印警察。消し印警察出動しすぎでしょうが。なんて言ってた私、消し印警察が。しうるさい、勝因って言ってた、消し印警察め。でもハガキのなんか、なんていうの、そういう消し印とかさ、値上げしたら何、はがき代は郵便配送料先払いしてるだけなので、差額を払わない、意味が分かんないけど大事ですね。そんなんもさ、 S かわいいから学びました。なんか本当に何かと私って、なんだろうな、雑誌にあんまりね出させてもらえてなかったから、そうアンケート頑張ろうみたいなの、 S かわいい就任するまで全然なかったからさ、そう。だからみんなこういう機会をくれたのもみんなだし、はがき出してくれて本当にありがとう。これからも一緒に掴んでいきましょう。本当にありがとうね。コンサート行けないけど握手会は行けるので今回も行くよ。ありがとう、待ってるね。コンサート来れないんだね、待ってるな、握手会は。姫たんが勝因って言ったら勝因なのです。そうだよね。え、そうだよね、もちろん。消し印読めないは結構レア。ジェネギャだよ、はがき、はがきの文化ないもの。
ありがとう。アンケート結果とか教えてもらえるの？エスカワイに全部書いてあるので、よかったら見てください。そう、紙面に全部載ってます。あのゲットして損はないので、っていうかアラの姫か、もうファッション誌に出る機会なんてもうほんとそうそうないと思うので、ね。だからもう記念にもう11月号は全員買うべし。買うべし。よろしくねみんな。記念に買っといて、もうほんと一人でファッション誌6ページいただけるって本当にないので、うん、一人で6ページだよファッション誌。あのエスカワイーさんね、こんなことって本当にないから義務です。義務エスカワイーしてください。義務エスカワイー義務です。記念にね、よろしくね。うん、でまた出ましょう。またエスカワイに呼んでもらえるように、あのそうぶちかましといたので、それだけ読めるようにね、よろしくお願いします。うん、いやー本当に本当だよ、国民の三大義務だよ、納税、エスカワイ、教育。6ページすごいよね。そんなエスカワイのモデルさんとツーショット撮影できるんですね。お君上手だね。そうなんです。でも次の明日からだよね、4時販売。ありがとうみんなコメントでいろいろ教えてくれて。そう、明日告白心拍数の特典会4時販売明日15時からなんですけどね、よかったらぜひあの直近の日程を申し込んでもらえたらなと思います。うん、まあ、行ける日にね撮ってもらえたらなんですけど、直近はすごいキャンキャンだと思うから、キャンキャンに争奪戦してほしいので、よろしくお願いします。姫たんとまだ初めましてしてません？あ、今回するべきだよ。だって初めましてさんこそ、一部と三部がトーク会なんだけど、トーク会にあのかの有名なかの有名なアラノートを持っていくので、アラノートがあったらもう絶対に覚えちゃうので、トーク会からの握手会っていう黄金ルートで、よかったら仲良くできたら嬉しいです。仲良くしてね、仲良くなろう。よろしく。トーク会始めていく、待ってます。嬉しい、ありがとう。うん、そう、アラノート、アラノートの中に名前を書かれると健康になります、健康長寿になりますね。そうなの、3部からの4部かな。確かにそれが黄金ルートかもしれない、3部からの4部ね、待ってるね。みんなありがとう。こんばんは。17時から明日、ありがとう。よかったらね、なんか他の子優先してまだ買ってないんだよねっていう人は、よかったら4時でアラの姫香ちゃん追加しちゃってください。絶対会いましょう、アラノート。アラノート楽しみ、本当にみんな、もう今回本当にアラノート書き取り、もう授業と変わらん。ふむふむふむ、みんな板書になってね。
一部から行かないと待ってます。とりあえずツーショットはゲットした。嬉しすぎる。南部待ってるね。もう1月11日の飛行機も宿も抑えた。すごい、さすがだ。私わがまま言いまくったもんね、ブログで。1月11日12日は誕生日ウィークだし、全国の姫たん推し集え絶対来てって、そのだだこねまくった結果、みんな確保してくれてる、ありがとう本当楽しみましょう。楽しみすぎる。早く早く早くしてください。1月オンラインが17時で握手とかは15時のはず。あらしい、握手は15時です。そうだよね。1月11日は全部入れたね、全部撮ってくれたってことかな。ありがとう、集います待ってる。ほんとあの5部全部違うからね、私企画がまだ知らない人は姫たんまとめ見てね。ほんと楽しみ、待ち遠しい。自分も11日飛行機と宿予約済み。ほんとに言ってる？え、ほんとに？え、で全部撮ってくれてる？どう？でも全部撮った方が良くない？全部違うから何が楽しみ？みんな、ちなみに私全部楽しみ。おみくじも作る、配信しましょうね。写メの日宿泊先押さえた。写メ系はまだない。え、大丈夫？なくなっちゃうかもよ。なくなったらごめんね。姫たん推し気合入りまくってるから、ありがとうみんなね。こんばんは、待ち遠しいんですけど、あ、これカジケンで買った飲み物、喉乾いた。うん、行くからにはコンプリート。さすが、ありがとう、可愛くして待ってます。そう、メッツコーラ。食後の中性脂肪が気になる方に、気になる、だって今日カジケン大盛り食べたんだもん。消費者証許可、特定保健用食品です。特保。やっぱ大事だよね。もちろん2月まで全部取ってます。さすが、もう本当に美女磨かないと。私さ、髪の毛切りたいと思ってるんだよね。でもあんま変わんないかも。楽しみにしててね。まあそんな変わんなかったらごめんなんか握手会中に変化持たせられたらいいよね。でもコンサート前に切りたい気持ちもある。どうしよう、どうしよう、悩んでる。とりあえずボブにはしない。ミディアム、セミロング。コーラ飲まない派だと勝手に思ってました。コーラ大好きだよ、美味しいうん、どんな服がいいか提案よろしく。あなたの？みんな好きな格好してきてよ。なんだろう、でも私締め替えさ、全部あの予定、企画予定出してるからさ、それに合わせたお洋服とかどうかな。例えば3部は生誕 T シャツじゃん、あの座りツーショットね、だったり
ね。一部と三部の間にカット？それもあり。それもあり。自分で切っちゃおうかしら。全然なしなんですけど。全然なしなんですけど。何言ってんねん。でも本当に切りたいんだよね。そう、生誕シャツ、生誕 T シャツマスト。絶対。だって今回すごく可愛いんだもん。生誕バッグもね、すっごい可愛いの。でもシンプルすぎるんですけど、これには私の考えがあるので、みんなまあまあ楽しみにしててよ。生誕グッズね。レーンの中で断髪式する？全然なしなんですけど。でもまあまあ髪型では遊ぶよ。ヘアアレンジね。生誕ティー、どんな長さがいいかな。みんなはどう思う？あ、確かに大岡さん髪の毛切る配信してた。懐かしい。結構前だよね。どうしよう。どんぐらいの長さがいいんだろうね。もうそんな短くしすぎない。コンサート終わってから切ろうかな。どう思う？知らない？知らないよね。勝手に悩んでるでしょ。でも短くはそんなしない。どうしましょう。ライブ中に髪を切ったメンバーも、ジュリナさんね。ジュリナさんの卒コンの時に、卒コン中にウルフヘアにしてたもんね。あれすごいよな。コンサート前、いやー、でもコンサート前はね、絶対美容院行く。だってカメ子いるんだもん。まあカメ子いなくても美容院行くんだけどね。どうしましょう。新井由紀さんもコンサートで切ってたの？いつ？それは知らないや。私がいない時かな。ウルフ似合いそう。私ウルフはしないかな。すごいボーイッシュになっちゃいそう。ウルフこうなっちゃうもんね。耳にはかけたいんだよね。悩み、とっても悩み。ユキさんの8年くらい前。余裕でいない。余裕でいないわ。どうしましょうかね。悩んどくわ。こういうのって悩んでる時が一番楽しいからね。でもそんな短くはしないかな。ね、髪色もね、ちょっと綺麗にしてもらいますね。コンサート前に。次どんな感じがいいかな。でもコンサートで明るめの髪色はやったことないから、カメ子さんに明るい髪色の時の写真撮ってほしいなって思ってるから、ね、
あのグッズ写真の時ぐらいがベストなんだけど、あれってあんまり持ちが良くないんだよね。すぐ色が抜けてしまうのね、目立つ感じ。みんなコンサートの髪型もどうしようそれももう悩んでる時が一番楽しいんだ。どうみんなね、目立つ髪型もね、どうしようかな。でも絶対熱い、でも絶対熱いのわかるから、下ろしたくはないんだよなとか考えちゃったりして。でもどういう衣装を着るのかもまだ分かってないからな。まあ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 楽しみにしててねみんな。ねえ、ポニーテールは3日間のうち絶対どれかやるよポニーテールは絶対やるよ。でちょっとお気に入り、お気に入りの高めハーフアップとか結構お気に入りなんだけど、どう？ギャルっぽ。まあ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 楽しみにしててくださいな。写真ではまとめてもら、まとめてるとお顔がしっかり写るかも。いやそうなんだよね、下ろしてるとさ、私本当に頭ぶん回しちゃうから、もう髪の毛がバサッてなりがち。悩み、頭振っちゃう佐賀、頭振っちゃう佐賀なんだ。日曜日か月曜でお願いします指定きた。ポニーテールってこと？わかんないよそれは、まだどんな衣装を着るかわかんないから。姫たんはお団子とか縛った髪型が似合うと思いました。ほんと嬉しい。悩むな。カメ子なのでうまく撮れたら載せますね。よろしく、嬉しい。カメ子可愛くいられるようにちょっと今から頑張るわもう覚えてないかもしれないけど、三つ編みたらしやる？三つ編みたらしか、暑いのよ髪の毛下ろしてるとわかんない、なんか衣装熱くなさそうだったらやるかも。悩み、悩んじゃう。スクショしたくなる可愛さ。優しいんだねみんなって、ありがとう。でも他の人にも言ってるんでしょ、最低最低だよ。まあみんな可愛いもんね。公園で見たお団子が可愛かった。アメピやってた時かね、あのお団子すごい良かったけど、あれ絶対コンサートダメだ。あれ公園でも結構、でも公園鉄な乗り切ったお団子だからな。でもあの時はヘアメイクさんがすごいベテランの方だったからね、めっちゃガチゴチに固定してくれてたんだよね。みんな覚えてるかな、私がお団子やってた時知ってる？ツイッターに写真載せたけど、あれ本当にベテランヘアメイクさんがガッチンゴッチンでね固めてくださったからね
今日 S カワイ買ってきた、ありがとう、ポストしてねみんな、ハッシュタグ S カワイ、ハッシュタグアラの姫か、ぜひよろしくお願いします。 S カワイね、ありがとうね。コンサートのヘアメイクはね、なんかいろいろある。なんかあんまり知らないヘアメイクさんがいたりとかも。そう、なんせ50何名を一気にねヘアメイクしないとなので、もちろん劇場ヘアメイクさんじゃ足りないからさ。そうなのよ、メイクさん大変。でも本当にさ、コンサートってさ、どうなんだろうね、目立つ髪型だな。周年カメコ頑張ります、わ待ってるね、可愛く撮ってね。握手会にもヘアメイク着てた。ううん、握手会はね自分でやってます、だからヘタッピ、ヘアアレンジ頑張ってる。でもね、ファンの人に褒めてもらえたの、髪の毛巻くの上手になったねって練習したからねって言った。練習、そう、握手会はね自分でヘアアレンジしないといけないから髪の毛巻くの練習してるんです。みかんの剥き方とか、なんかイベントとかもね自分でヘアメイクしなきゃだから。ヘアアレンジ勉強してるんだ。コンサート姫たん的に 何日目が暑い？なんか分散してる、全部暑い、3日間分散してる、いつ来てもらっても大丈夫大丈夫です。そう、みんな的にはさ、いや強いて言うならって聞きたいところだと思うけど、本当にねすごい分散したあのリハやってくうちに、うわおおおーってなってる、毎回毎日おーってなってる。ね、逆にウィッグとかつけて足すのとかは、髪型ですか？コンサートでつけるウィッグほど嫌なものってないぜエクステでも嫌なのに、ウィッグ嫌だな、超汗かくもの。ね、3日間迷った末に初日、お初日今日通してきたよ。あそこがやばかったな、あそこみんなぶち上がるんじゃないかな。おはよう姫たん、おはよう、夜勤民かな、頑張ってね、うん、いつ見ても当たりになるように準備してるのね。もちろん、どこにいたって瞳の中のセンターなんですから、楽しみにしたって。本当にややこしい振りがあるんだけど、本当に今頑張ってる本当楽しみにしたって。コンサートに行けない俺涙、よちよち、握手会で会おうね、公園で会おうね。今月全然公園ないけど、ごめんね。どの日行っても姫たんおすすめなら最高。もちろん
瞳の中のセンターだもん。ね、SKE48 でお嫁にしたいメンバーナンバーワンの姫たんさんですね。そうなの？どこで統計取ったの？ナンバーワンなの私。どこ情報ですか？嬉しい。名乗っていい？それ名乗っていいですか？お嫁にしたいメンバーナンバーワン、荒野姫香です。キャッチコピーにしたろうかな。うん、ね、アザーズ生誕祭がね、今月最後の公演かな、 S 公演。うん、よろしくお願いします。みんな、アザーズは何のペンライトだっけ、紫だっけ、あの子はね。今日アザーズともいっぱい喋りました。面白い。アザーズのペンライトでぜひ盛り上げてくださいな。あの生誕祭こそあの特訓だと思ってるので、訓練、ファンの人をペンライトなしでもファンの人を見つける訓練だと思ってるので、よかったらアザーズのペンライトで盛り上げてください。頑張って見つけます。やっぱりペンライトってね、目印でもあるんだけど、やっぱペンライトなくてもファンの人を見つけるという特訓ね。あ、モデルの荒野さんですか。はい、お嫁にしたいメンバーナンバーワンでもあり、 S かわいいモデルでもある荒野姫香です。 S かわいい11月号チェックしてくれたかな。荒野姫香めちゃめちゃ可愛いので、そして荒野姫香連載最終回なので記念に絶対チェックしてくれよな。料理も皿洗いもできる姫たん、うん、できるよ。水色白色はダメ？あのユニットの時に振ってくれる？ありがとうね。生誕祭ね、生誕祭と卒業公演とかはよかったら主役のメンバーちゃんのペンライト振って盛り上げて、場をね盛り上げてくれたら嬉しいな。やっぱなんか統一サイリウムってさ、めちゃめちゃ綺麗だよね。そう、こっちもなんか見ててうわーってなるから、それこそ SKE って感じがするからね、統一ペンライト。ん？皿洗い？ん？皿洗いなんて言ってないが。誰ですか、皿洗いって言ったのは。皿洗い知らない子だね。しません、今日皿洗いなんて。これからすることは皿洗いではありません。自主練です。23時に。ほいではね、みんな長い間遊びおしゃべり付き合ってくれてありがとうね。ありがとうね。
劇場でも生誕祭ありますよね。うん、劇場で生誕祭をしますよ。こう遊びに来てね。ね、大変なのに配信ありがとう。うん、見に来てくれてありがとう。こんな遅い時間、平日のみんなも忙しいでしょ。お互いお疲れ様ね。ね、で明日はなんとなんと特典会の4時販売なので15時から。皆さんよかったらポチポチよろしくお願いします。追加もしてくれてもいいんですよまだ撮ってない皆さんも遊びに来てくれてもいいんですよ。姫たんはいつだって待ってますからね。二押しでもいいですよ。三押しでもいいですよ。もちろん四押しでもいいですよ。アラの姫かは全てを包み込みますからねよろしくお願いします。追加しちゃおっかな。待ってるね。満月見てね。え、今日、え、やっぱ満月なの今日って。みんな狼人間が出るぜ。聖母のようだ。聖母です。今日が満月なんだ。なんか昨日すごい、そう、昨日お家帰るときに月明るって思ったけど今日なんだ。見なきゃ、みんな月が綺麗ですね。おやすみなさい。姫たんまとめにすべて載ってます。よろしくお願いします。またに。みんな早く寝てね。今日もお疲れ様。